はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回はですね、私先日、ついにですね、両服の最後の一人、ストラッポラ君をお迎えするに至りまして、もう本当に3年かかったよ、トラッポラを迎えるまでに。ということで、私ですね、ついに、エース、両服のパーソナルストーリーを見ていこうかなと思います。もうね、みんなは見ているはずだけれども、私は初見なんですよ。もうだからどんな話なのかなってワクワクしておりますね。なので皆様も振り返る気持ちで見ていただければなと思っております。いやー、だってさ、なんか、聞いた話によると、私が持ってるデュクンの両服とちょっとこうリンクしているような話って聞いたので、ちょっと気になってはおりました。はい、まずは談話室からですね。はい、あ、ケイか、あら、あ、二人でトランプしてた、手品してたんだ、トラッポラが。はい、うん、どうかな。はい、あ、ダイヤの5、どうかな、当たりですか。すごい、さすがトラッポラやで。うん、かわいい、ちょっとそうやって冗談も言っちゃうトラッポラ、かわいいんですけど。はい、キーカードっていう技法を使った手品。うん、はい、あ、そうなんだ。いや、やっぱりね、トラッポラ手品が趣味ですからね、得意ですからね。はい、あ、そうなんだ、教えてほしいな。手取り足取り教えてほしいな。うん、あ、確かにいろいろできそうなイメージ。はい、え、コップとかコインを使ったテーブルマジック、へえ、そうなんだ。ちょっと全部見せてほしいな。うん、うわうわ、ちょっと女子を気にするケイ君かわいよ。ちょっとそういうの気にするの、やっぱり男子高校生やで。いやー、ちょっとケイ君のそういうね、高校生らしさがすんごいかわいい。うん、でも本当はね、あんまりその女子とか、あのね、交流とかしたくないという闇見ケイ君があるのも好き。実は表だったね、そういうケイ君と闇見ケイ君が好き。あ、はい、リドルも来ましたね。はい、あ、宿題中だったのかな。あー、ごめんなさい、多分宿題終わってるはずです。はい、あ、いいところに。はい、あ、手品見せてくれるのかな、リドルにも。はい、いやー、ちょっとね、いいの見せてくれるって。あー、5分だけなら大丈夫だよね、リドルね。はい、確かに、いや、言いくるめられている。はい、ありがとうございます、付き合ってくれて。はい、うん、あ、そっか、2人で見てハートのキングを取ったみたいですね。はい、今からね、すっげえことするから見てて。うん、そう、あー、違うんです、違う、そういうことじゃないんです。手品です。うん、そう、あ、そっか、そっか、でも魔法がある世界だとそういう場合もあるんだ。うん、あ、でもリドルは初めて見るみたいですよ。はい、よくシャッフルして。うん、ちょっと待って、これ言われて。よく見ててって言われて、ちょっと見てもいいのかしらっていうね。もう顔面をくまなく見てもいいのかしらって、手元じゃなくてっていうね。はい、うん、あ、ポケットに、どこへ、てかポケットどこ。はい、あ、内ポケットか。はい、うんうん、あ、やっぱり魔法の、かかってるかかかってないかって分かるみたいですね。はい、いやー、たまにね、タメ語になるのが可愛いんだよな。はい、実はって、そう、実はなんだよね。はい、すごーい、トラッポラー、何したの。あー、びっくりしてる。うん、うわー、すごい、大当たりです。うん、あ、意外と驚いてない。確かに、うん、だって内ポケットね、入れた素振り見せてないですもんね、きっとね。そう、そうなんです。まだそういう高度な魔法はできないんですけれども、高度な手品はできるんです。うん。それ、すっごい、すごい説明求めてきてるじゃん。ねえ、興味津々で、初めて見る手品だからね。あ、アニーポラー、あー、そうなんだ。そうそう、そうなんです。うん。いやー、知ってるー。もう、それは、3年前から知ってる。そうそう、なんだよね。
でね、寮長になったことあるのかな否かっていうのはまだちょっと情報解禁はねしてないけれども、この感じだと寮長ではないような感じかな。普通のハーツラビュル寮生だったような感じかな。ケイ君みたいな立ち位置だったのかな。ねえ、なんかアニッポラってすごいハツラツなイメージあるから、あーそうなんだ。いやー痛いな。もうね、トラッポラの里帰りイベントの時には絶対にアニッポラが来ると私信じてるからね絶対にだようん、うん、確かにねえ、器用だからエーストラッポラくんって。うんそれデュー君のこと言ってるの、ちょっといないからって悪口言っちゃダメだよ。うんおやおや、あー勉強の話に戻っちゃった。あ確かにねえ、手品とは違うからね。あーそうなんだデュー君は真面目ですからね。うん、まあそうなの。いやそれは困る。確かにやっぱりごまかしてたんじゃん宿題もしてないなこりゃ。うんそうだね、うん、ちゃんと宿題しよう。はーい寮長かわいい、はーいって、はい、ということで、1話が終わりました。てかタイトル見てなかったな。2話の、あ、人生は効率よくだったかな。見て、あ、違う、要領よくだ。ごめんなさい。目がいかれてるもんで。人生は要領よくの2話を見ていこうかなと思います。あらー、ご機嫌じゃな。あ、てか、久々に見るな、このハーツラビュルの廊下。うん。うん。あ、そうなんだ。ちゃんと来週というか、翌週になったみたいですね。はい。うんうん。あ、そうなんだ。あ、その時ばかりは、なんでもない日優勢になっちゃうんだ。いやー、そうなんだ。こりゃ宿題してないですね。うん、あ、確かにね。うん、あ、はい。黒系大会の準備とバラの色塗り担当。はい。フラミンゴとハリネズミの餌やりと小屋の掃除をまずするみたいですね。はい。あ、ハリネズミのせ、かわいい。あるね。カラフルなやつだよね。はい。あ、フラミンゴを担当するバラの迷路に集合ね。はい。ありがとうございます。ということで、トラッポラの、ハリネズミの世話ですね。あ、談話室にハリネズミいるんだ。はい。いやー、容量がいい。いやー、これは容量がいい。はーい、ありがとうございます。テキパキですね。いやー、きっとトラッポラ育児もこういう風に容量よくやるんだろうな。未来想像しちゃった。はい。うん。あ、はい、ハリネズミ。かわいいじゃん、モブ。なんでかわいいじゃん。うん。あ、そうなんだ。いやー、ハーツラビュル寮生、かわいいな。好きになっちゃうな。うん。そんなことない。絶対わかってるよ。あ、こいつ赤ちゃん言葉で言ってるやつだなって。絶対認識されてるよ。うん。あ、そうなんだ。へえ、意外、リドルも？あ、そうだよね。ちょっと赤ちゃん言葉だったら、イメージなさすぎて想像ができなかった。うん。あ、確かにね。はい。うん。あ、ハリネズミやフラミンゴと息を合わせることが大切。はい。あ、そうだね。信頼関係はね。の、確かにこうやって語りかけるとかね。世話すれば世話するほど。うん。あ、そうなんだ。寮長が優しいじゃん。うん。確か、確かにね。いや、でもリドルはリドルなりの優しさで、みんなとで、ね、接してると思うよ。はい。あ、そうですね。バラの色塗り。デュ君と合流する感じかな。はい。あ、ゴミを拾う。ありがとう。寮生 A。うん。ありがとう。寮生 B。はい。あ、わかりました。鍵閉め頑張ります。はい。ということで、鍵閉めつつ、バラの迷路まで。あ、龍か。会いたかった。はい。そうですね。いや、もう、エーストラポラ君、パパが口癖ですからね。はい、ああ、うん、やっぱりトラップはこういう、ああ、リドル寮長。はーい、寮長。はい。あ、ハリネズミ？なんで？さっきは、私見ましたけれども。はい。ちょっと待って。嘘やん。だって、鍵閉めたよ。はい。すいません。でもさ、鍵閉めたよ。嘘だよね。言ってた、頼めるかなって言われてたもんね。はい。ああ、確かに、確かにそうだけれども。首跳ねられてからじゃ遅いからね。はい。うん。確かにね。ああ、そうなんだ。じゃあもう時間制限が、猶予がないということ。あ、
あーリドル、あらら泣かないで、かわいそう。いやちょっとしょんぼりしてるリドル見るのつらい。はい、うん、そうらしい。はい、あ、優しいリュックン、やっぱそう正義感のね塊だから。うん、はい、頼まれました。もう全身全霊で探すね。はい、ハーツラビル寮の手前まで来ましたね。うん、閉めたと思うな、頼まれたしね。どう思い出して。うん、あーそっか、確かに。そりゃ覚えてないよね。はい、確かにね、ハーツラビル寮生 A と B が、あー、エーストラポラ君に頼みましたってね言うよね。おふへされちゃう。またもやおふへされちゃう。うん、そうですね。はい、いやー頑張りたい。あ、ここで2話が、あ、終わりましたね。はい、ということで、2話が終わりまして、次最終話&グルービーですね。いやー楽しみ。人生は要領よくの3話最終話ですね。ちゃんととりあえずハリネズミをね見つけるのが最優先事項ですよね。大丈夫か、どこにいるんだろう。はい、うん、そうだね、全部見つけてね、リトルリオちゃん見つかりましたーって言わないとね。はい、確かにねえ、逃げられたことないからね。はい、あ、やっぱスマホの出番ですよね。はい、トンネル上の巣穴を掘って住み着く。へえ、じゃあもう掘られたらもうおしまいじゃん、指名じゃん。うん、確かにさっき言ってましたもんね。うん、あー確かに森いそうですね。はい、とりあえず、あ、はい、森まで来ました。いや、いい実がなってら。うん、確かにね、あまり人語で話さない方がいいかも。うん、そうなんだ。あ、友達ん家に犬いるの。いやー友達がいっぱいですね、トラップラは。はいはい、あ、ちゃんと持ってきてる、えらーい。あ、え、来たんじゃない。うん、あらー、すごーい、もう作戦大成功じゃん。確かに。トラッポラはね、経験をしっかりとね実践にできる。ああー、でも、あー逃げちゃったみたい。あーらららら、やっぱり警官心が強いね。はい、あ、何、あららら、あーそうなんだ、そんな、あ、狭い穴に入っちゃったんだ。いやー怪我だけはさせないでね。あら大丈夫、威嚇してるじゃん。あららら、どうしよう、もう万事休す。うん、そうだよね、ねえ、首飛んじゃうもんね、おふえされちゃうもんね。あ、あー、あの時のこと思い出してるの。うん、そうだよね。そうか、リドル寮長のことも心配というか気にかけてるんだ今。うん、あんなにしょんぼりしてたもんね。あ、どうした、なんだ、あ、ルカルクハンが来た。ルクハン来てるじゃないの。これはびっくりするよな。確かに、あ、そっかそっか、まだここの時点で、ルークのこと、ルークハントのことを認識してないんだ。いや、これが初めての出会いって結構強烈すぎない？あ、ずっといた。やべえ、やべえやつだ、こいつ。ずっと後ろにいました。はい、知ってます。いや、これちょっと3年過ぎてから見るとすごい楽しいな。うわ、そうなんだ。生き物ウォッチング。生き物ウォッチングしようとしたらなんか、いい人間いるぞって思ってウォッチングしてたのかな。楽しいね。うん。ケルドマージュ。ああ、ケルドマージュってなんだろう。はい。いや、そんなことないよ。ルークハントが気配ないだけだから。うん。いやー、ツンツントラップラですね。はい、あ、そうなんだ、あ、これでルクハンと一緒に探すのかな。はい、ねえ、教えてほしいね。はい、あー、そうなんだ。いや、モグラ語喋れるかな。うん、あー、そうなんだ、やっぱりマイナーなんだ。猫語とかならメジャーなのかな。はい、あー、そうなんだ。いやー、じゃあそしたら万事休すじゃん。うん、いや、たしなんでた。ルークハントハイレベルなモグラ語たしなんでました。うん、あー確かにね、それもあり。あ、はい、何でしょうか。あー、そうなんだ、センシティブな生き物なんだ。うん、はい、あー、そっか。うんうん、あ、もう1時間もないんだ、猶予が。あー、そしたらもうトラッポラが、いやー頑張って、今からじゃあモグラ語の授業ですね。わー素晴らしい。
はい、発音よき、ああ口の動きをよく見よう、口をガン見してもよろしいのかしら。はい、いやー何もわからないな。はい、あそうなんだ、全然動いてないんだ。そうなんだ。はい、すごい、天才すぎない？めちゃくちゃ喋れてたよ。うん、本当にねえ、いやーこいつ絶対頭いいよな。うん、ねえ、なんでこれで頭良くないの？こんなにすぐ覚えられるんだったら頭いいやつだろ。うわーすごい。うん、あ、いやちゃんと理解してるじゃん。あー来てくれたの？あーすごい、おめでとう。うん、ねえファンタスティックだよね、本当に。ねえ、切なる思いが切なる思い。はい、あちゃんといら、よかった、全員森にいたんだ。あーよか、今すぐリドル寮長の元に飛び込んでおいでっていうな。どの立場で言ってるんだって。ねえ帰ってあげて。あはい、そうなんです、ルークハントって覚えてあげて。はい、ありがとうございます。いやー早く行ってあげよう、もうね多分しょんぼりしてると思うから。うん、そうだね。ねえ、まあね、ポムフィオーレもいいけれども、ハーツのね、絆も不健ですよ。あ、はい、ということで、はい。そう、そうなの、しょんぼりしないで、今すぐね、トラッポラが来てくれるから。あ、ほら見て、かけてきてくれてるじゃん。はっ、クルビか。はあ、かわいいね。私よくあのフレンド様のあのこの見切れたの顔しか見てないから、このこんなにハリネズミいたんだ、かわいい。うわー、そう、あーかわいい、あのなんか肩に乗ってるお尻しか見えてない青いやつ、かわいい。よかった、だからリドルもこんなに笑顔で素晴らしいね。うん、確かに。まあでもね、今日は特別だから。いや本当はね、いつも笑顔で接したいっていうか、そういう気持ちでは望んでるけどもね。はい、そうだね。いやー素敵、いやーこの終わり方秀逸。あはーい、終わりました、最高でした。もうちょっと3年越しに見るこれ最高すぎない？もうね、トラッポラのなんかこう今までのそのイベントとかメインストーリーを見てたからこそ、これをねあの初見で、見て新たな発見とか、まだ改めていいなトラッポラーって。もう噛み締めてしまいましたね。はい、ということで、とりあえずあのグリタン赤外してもろてっていうね、トラッポラの、ホームタップボイスを聞いてからのグルービーを最後に見ていこうかなと思います。いやー本当にいろいろなトラッポラがね、歴代のトラッポラがやっちゃいますか。いやあるんです。いやーでもよかったな、この両服のね話よかったな。背景はやっぱりエースの部屋にした方がいいかな、あの無難に。ありますからね、昼にしとこっかな。はい、ということ、誰の話言ってくれるか、デュクンとかリドルの話言ってくれますかね。トランプ一つだけでも結構な数のマジ、はい、あ、トランプの話見せてやろう。あーそうな、いやー見せて見せて、なんなら教えて、手取り足取りって。赤いベストだけど。はい、洋服のはハートの女王に、あーそうなんだ、伝統柄、素晴らしいですね。ああちょっとあの私目がいかれてるからあまり詳しく見えないけれども。ピンチアウトしてっていうね。狭めだけどワイワイして、やっぱ4人部屋なんだ。なあ、いいの、ちょっともう入り浸っちゃうぞって。入り浸ってもいいのかしらっていうね。止まっちゃうぞって。いやー楽しいです、4人部屋ね。はい、うん、スカラビアにおいでます。とかスカラビア好きって言ってたよね、確かトラッポラくんね。来なよスカラビアに。まあ、ハーツも似合ってるけどね、トラッポラね。寮長にトランプ使った手品見せたら、はい、意外にも素直に驚いててさ、はい、うん、ちょっといい気分だったわ。ね、さっきね楽しかったよね。うん、他にも見せてあげたのかな。1年生は寮長に1年生、はい、あ他にはないか。制服も寮服、うん、もし他の寮長に制服も1年生ないかな。結構見たもんね。お前までグリムみたいなことするのやめろって、はい、あーちょっと待って、手に負えなくなるでしょうか。もっとツンツンしちゃうぞって、そんな可愛い反応しちゃったら、しちまったらツンツンしちゃうぞってね。もうトラッポラったら可愛げしかないんだから。はい、ということで最後に、グルービーを見ていこうかなと思います。
いやーてか本当にハリネズミが可愛かったな。もうあの肩に乗ってたあのお尻しか見えてねえハリネズミ可愛かったな。いやこれも可愛いけどね、ハリネズミ可愛い。ちょっとハリネズミに首ったけっていう。トラッポラとハリネズミ。ハーツラビルに来たくなった。歓迎するぜ。危ない、セリフを聞き逃すとこでした。可愛いね、可愛い本当に。いやていうかさ、いやちょっと待って、ちょっとジャケット脱げてるじゃないのトラッポラ。いやこれからもどんどんかっこいい、はだけてるじゃないの。かっこいい、こんなだったグルービー。ちょっともう顔しか見えて、フレンド様のさあのサポートで見るこのさトラッポラの顔しか見えてなかったからさ、こんな可愛かったの。もうちょっと待ってくれ、しかもリドルもいい表情してら。いや最高グルービーでした、よかった。最後にお迎えできてこの子本当に嬉しかったです、ありがとうございます。まあ皆様はね、あのもうすでに、見ている方も多かったかなと思いますが、よかったらね振り返って楽しんでいただけたらなぁと思いながら、私収録本日、させていただきました。いやよりトラッポラのことをね、愛するきっかけにいやーなったかなと感じました。もう最高、これから育成頑張るね。はい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。